ミルワッカミルクサッカーアカデミーサッカーをもっと楽しむために井上真と申しますよ。ノーミルク佐藤です。今日も一つよろしくお願いいたします。さあ今日はなんだろうなでほい。日本代表がカタールワールドカップでベスト16に行くってことはベルギーとクロアチアのことも知っておかなきゃいけないんじゃない。やりましたというわけでね、あのグループリーグ始まって結構いい感じになってから撮ってるわけじゃないんですよ。未来から来てないです、ね、我々はね、はい、4月 ね初旬時点でお前たち何を言うとるんだと言われるかもわからないんですけども、これ夢見ることに何の罪がありましょうかね、はい、先生これね。そうなんですよ。っていうかね、ただあの前日の夜に実は こちらの動画を出しております。これも日本代表はどう戦うべきってことで、うんうん、まあいわゆるスペインでも出してくれてるってこと。そうなんですよ、うん。ドイツ代表、ニュージーランド代表、コスタリカ代表、スペイン代表とどうやって戦うのかって話もしてるんで、はい、そちら聞いていただければなんですけど、はい、要は日本代表ってさ、うん、まあさ、皆さん、はい、ベスト8目指してるわけじゃないですか。そうですよ。だグループステージのことは、うん、まあ当然ながら考えるし、我々も考えるじゃないですか。はいはいはい、はい。だけど、うん、ベスト8行くってことはベスト16勝たなきゃいけないんですよね。はいはい、そりゃそう、そりゃそうですよ。隣のグループ F の1位か2位になるであろうベルギーかクロアチアのことを。素晴らしいよ先生。いち早いですよ我々これね。ありがとうございます。何を、まあ、その前にドイツとスペインだろうっていうお気持ちはわかりますけど、これね、M1 だって2本目のネタを用意しとかなきゃいけないわけですよこれね。そういうことなんだよ。ね、まあ各所そうしてると思いますから、これは。うん、はい、取らぬタヌキの皮残用ですね。うん、バッチリもそろばんどころか、もう計算機使って、スーパーコンピューター使っていきましょう、うん、これね。そうです。なんで、今どこのメディアさんだとか、例えばテレビ局さんだとかでも、やっぱりグループステージの3、4カ国のことしかあんまりお話になられてないかなというところがあるので、今のベルギー、うん、今のクロアチア、知っちゃおうぜの回でございます。先生、このベルギー、クロアチアって日本のワールドカップ出場の、ね、歴史においてこう2回ずつぐらい当たってますよね。当たってますね、思えばね。そうなんですよね。ただやっぱり今はね、はいはい、超強国同士になってますから。そうなのよ。そうなのよね。やられてことは、まあ、どんなチームなのかって、まあはい、まずは見ていきましょうよと。まずはベルギーでございます。はい、はい、ドンと。はい、ベルギーはこんな感じのチームになっておりますと。ただね、言ってしまえばなんですけど。知ってるよ、有名だから、これね、うん、あの、はい。結構な皆さん、変わってないです。そうですね、これね。本当だ。これがどう出るかですよね。そうですね。なんで、注目選手はそれこそデブライネ、ルカクとかになってくるかなと思うし。でもね、今回一番の注目選手は、うん、僕はセンターバックのアルデルバイレルト選手かなと思っておりますと。あら。なぜかというと。中東にいるんだね。そう。はい、あの、もともとあの、トッテナムにいた彼ですが、うん、今はカタールのアルドハイルというチームにいます。はい、ある。うん。なので、要は彼にとっては、ホームの国で、ワールドカップを迎えることになります。あ、なるほど、そういうことね。あら、そうか。そうなんです。なるほどな。それなのね。ああ、なんかちょっとそっち行ってるから力落ちてるみたいな狙い目ですよじゃなくて。逆逆。コンディション よしようってことでしょ。そう。あ、だからあの、ね、あの、カタール三丁目の駅前とかの定食屋とか知ってるから、ね、いやあ、そこのエビフライうまいっつって。そうそうそう。本当でしょうね、カタール三丁目。行くからね、俺いいチャンスだったら。カタール三丁目。味噌汁はついてんだろうな、ちゃんと。ありますよ、ね、豆腐と。米も立ってんだろうな。炊き方大事だからね、意外とね。そうだね。はい。で、このベルギーというチームなんですが、はい、どういう戦術やってくるかっていうと、うんうん、あの、前回、まあ、てかね、前回のワールドカップの後ぐらいからずっと3年半ぐらいにわたって、はいはい、FIFA ランキング1位保ち続けたチームだってのもありまして、うんうんうん、やっぱりあの最強のチームの一つでございます。はい。なんで、前回戦った時よりも強いです。ああ、そう。はい。なんなら。世代交代進んでないね、みたいなじゃなく、世代交代確かに進まなかったんですけど、進んでる部分はあるもんね、でもね。あ、でもね、他のチームに比べたら進んでないんですよ。はい、まあ、強いチームっていうのはね、相手してそうだし、そこがこそが付け込む部分がもあったんじゃないですか。ただ、今回までが、うん、いわゆる現状のメンバーで行くような感じの大会なので、はい、次から変わりそうなんですよね。ああ、そうですね。だから超集大成になるような大会かなというところでございます。連携なんかすごいでしょう。そうなんですよ。うん、だから彼らのビルドアップっていうことがすごくて、はい、やっぱこう同じエリアみたいなところに、ちゃんと3、4人が絶対入って、いわゆる1対1を作らないんですよ、彼らは。1対1しないチームです。あ、そうなんだね。絶対2対2、3対3みたいな、まあもしくは数的優位作ったりだとかってことで、はい、三角形とか、もしくはひし形、うん、またはダイヤモンドみたいなもので、絶対にそれもうパスでも、オフェンスするときもディフェンスするときも、絶対一人じゃやんないもんねっていうのでずっとやってきて、敵陣まで攻め入ったりだとかってことをしているチームになりました。いや、もう手本のようなスルーだったもんな、悪夢のあの瞬間ね。そうなんですよね。でもだからそれに対して、ちょっと辛いことがあるんだよねっていうことを、インタビューで話してる選手が一人だけいまして、それがケビン・デブライネ選手になるんですよ。はい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 、実はちょっとコロナ禍の2020年9月に、はい、3人目のお子さんが生まれたんですけど、はい、
やっぱね、代表だとかマンチェスターシーで彼は普段戦ってるから、絶対数的優位じゃなきゃ戦ってないわけですよ。はあ。はあ、それが、第三子が生まれたことによって、デブライネと奥さんしか育てる側はいないじゃないですか。うんうんうん、はい。だから、自宅では2対3で数的不利だって。コメント残してちょっと好きですね、今のユーモアはね。すごい好きです、私。西洋のユーモアみたいな感じ で、ね、ですね。おしゃれでしたね。旦那ね、すっごいクロス出しておきながら、そういう、そういうセンスもあったんだなっていうところを知ってます。そういうことなんだ。おめでたいことですね。うん、はい、で、実は、まさ、皆さん、ベルギーに先日の話とかも、はい、先日の話とかいろいろしましたけど、一番の強敵はピッチ内にいません。ピッチ内じゃないです。どういうこと？なんならルカクでもデブライネよりもやべえやつが一人だけいます。うん、ベルギーに？はい。うん。コーチ。コーチ？うん。まさか？フェルマーレン。フェルマーレンってなんだっけ？ヴィッセル神戸に昨年までいた。うわぁ！なんだよ！引退して今ベルギー代表のコーチになります。あ、そうでしたね。フェルマーレン。なんで？そうか。このバックラインにいたのもだもんね。はい。なんだよ。日本のスペ、対日本のスペシャリストです。いや、まあ、そっか、知ってっか。はい。あー、フェルマーレン。っていうのがあるので。でも逆にこれあれですよ。楽天さんのやり方によっては、この、うん、逆スパイできますからね。ゴリゴリ物言わしましてね。三木谷さん、その際はどうぞよろしくお願いします。内部から分裂を促すようなですね。まあ、いいですね。ええー。まあ、それそんな感じのチームになってる。耳元にデブライネのとこに行ってね、フェルマーレンが。ああ、なんか試合前日にごめんなんだけど、うちの子のが可愛いね。これでもボロボロですよ、デブライネ。やばい。デブライネじゃなくて、僕出ないねになってますよ、次の日。やばい。カンカンですよ。どうなりますかね。そういうことですよ。なりますけど、お願いしますよ。ああいうとこになっております。わかりました。で、続いてクロアチアでございます、うん、こちらすごい額の楽天ポイントが、フェルマーレンに振り込まれてますよ、次の朝には。はい。大変だね、そうなったらね。はい、続いてこちらでございます。クロアチアでございます。はいはい、クロアチア。まあ、モドリッチですね。まあ、注目選手は、まあ、かなりモドリッチになるかなってチームですが、はい、このチーム大きくはやっぱ前回チームからそんなに変わってないってところがあります。うん、じゃあなんでクロアチアもベルギーも両チームともそんなに変わってないのかと言われたら、うん、監督がそもそも変わってないんです。だってね、先生、結果を出してるから、この両チーム、前回のワールドカップ。そうなんですよ。準優勝と3位でしょ？はい。そりゃ、続投もあるでしょ、そら。そうなんですよ、はいはいはい。それがすごいなっていうところに今なってるし、うんね、はい。クロアチアちょっとね、面白いなと思うのが、うん、あれなんですよ。基本的にはこの 4-1-2-3 で、まあ、モドリッチとかね、やっぱレアルとかでもやってるような、うん、まあ、スタイルのフォーメーションになるんですけど、うん、面白いなっていうのが、ビルドアップするときなんか、このモドリッチ、ここまで行きます。おお、まさに。落ちてきます。はい。そうなんですよ。うん、で、モドリッチしたときに、うん、この両サイドバックってのは上がります。あららら、上がりっちします。うん、で、ウィングのどっちかがこう前に上がりっちになって、一、うん、人がこうトップ下になりっちみたいな感じになってくるんですけど、うんうん、なるほどね。このチームはだから 4-1-2-3 っていうフォーメーションと、はい、あと 3-5-2 みたいな感じのフォーメーションをちょっと使い分けてくるみたいなところがあるので。そんなピッチ上盤面の埋め方をしてくるわけですな。そうなんです、はいはいはい。でもやっぱりもう5、6年一緒にやってるようなメンバーですから。うん、まあそう、成熟度は高いよね、やっぱね。そうです。そうなんですよ、うん。で、そこに何人かのプラスアルファの選手たちがこう上がってきたかなってところで。ただこれ、ドイツ、スペインの時も先生おっしゃったように、え、う、え、ん。こっちが対策打ちやすいってことでもあるんでね、成熟度高いっていうのはね。パターンが決まってっから。パターンが決まってっからよ。そう。うん、しかもその中で、うん、狙い目は右サイドバック。サイドバック。ユラノビッチ。あら、ちょっとね、安定感なさそうだもんね、うん、名前が。ゆらゆらしてますからね。ただまあさ、我々にとっては、ちょっと大好きな感じの選手なんでございます。はい、あ、ティックの人？ん？そう、ティックの人。セルティック。前回、旗手くんが2ゴール1アシストした試合なんかでは、はい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 、旗手とユラノビッチが、全世界に一気にガンって名前が上がってた選手なんですよ。でただそのユラノビッチ選手なんですが、うん、実はもともと、アマチュア出身です。あら、苦労人？そうなんです。あらまあ。彼の近くの町に、もともと、井ノ原正彦選手なんかも所属した、うん、ハイデュクスプリトってチームが。聞いたことある。あったんですけど、彼のやっぱり友人たちとかもやっぱり、あそこのハイデュクに入りたいぜ、みたいな感じだったけど、彼だけは、別に俺は好きなサッカーできればいいし、みたいな感じで、いわゆる、地域サッカーでずーっとやってたんだけど、やっぱりレベルが高すぎて、大人になった後に。タッチのお兄ちゃんみたいな方な感じでね。そんな感じですね。
カズヤに連れてってもらえと。うん。南のハイデュクスプリクトは。そうなんだ、ね。で、やっぱりね、なかなか本人の意識はなかったからあれだったけど。貸してあげるね、タッチね。知らないからね。はいはいはい。うん、で、彼もともとは前の選手だったってところが結構最近まであって、うん、サイドバック歴が短いってのは、旗手選手にちょっと似てるような感じもあったりするんですよ。そうですね。はい、そう、だから、前にちょっと出たがるところはあったりするんで、その裏にシノビッチすればいいんじゃないかなっていうところはあるかもしれませんね。だから、シノバレッチしない感じにした方がいいですよね。そうなんですよ。でも彼としても今セルティックでガンガン来てるし、このワールドカップで行けば、それこそやっぱりビッグシックスみたいなチーム見えてくるかなってところがあるので、だアマチュア出身でそこまで行くなんて人なかなかいないですから、なるほどそうか。もしかしたら、ジェイミー・バーディーみたいな。何ちょっとユラノビッチに感情を移入させようとしてる。日本がどうクロアチアを打ち破るかの動画なんじゃないのこれ。まあ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 、いいじゃないですか。私のなんかこう、愛着がユラノビッチですよ、彼に対して。何をしてくれてるんだ、君は。大変失礼いたしました。まあ、そんな感じになっていきます。なるほどですね。というところでございます。ってことで、じゃあそのね、この両チーム、ベルギー、クロアチアだったらどんなメンバーで挑んだらいいのかってところで。なるほど。はい、日本代表組んでみます。こちらでございます。ね、はい、あれを。はい。まあ、ドイツ代表と、やなありがとうございます。スペイン代表に関してはすでに、ね、別の動画で言ってるので、そちら見ていただければですけど、じゃあ、ベルギー代表、そしてクロアチア代表相手だったらどうかってところをちょっと組んでみました。ちょっとよく考えたらよ、先生。これ、ドイツとスペインで始まってね、はい、そこで何か起こしてね、うん、上がったら、その相手がベルギーとクロアチアどういうことだね、これは。いや、激ヤバですよ。でもですよ、まさ。こんなやったワールドカップって。でも、もうちょい隙間なかったでもほら、うん、データ揃ってるチームが結構相手の可能性高いから。そう、考え方で言ってるわけだから。そうですよ。そういう、そう、立脚点はそこなわけだから。そういうことです。やりやすいと考えてるわけですからね、これね。うん、はいはいはい。ってことで、ベルギー相手のところでメンバー入れたのが、はい、まあ、この白のメンバーはいつものメンバーですけど、はいはいはい、前田大然、伊藤博樹、富安武宏、板倉滉というメンバーにしてみました。先生はね、伊藤をしてるんですよね。そうですね。サイドバック、はい。はい。これ何かというと、はい、ベルギーやっぱり高いことやってくるのと、ちょっと見ていただきたいのがこのチーム。はい、これ日本、前回の日本戦なんかでもやってたんですけど、うん、これ左アザールなんかで考えていただいてもいいんですが、はいはい、こんなことやるんですよ。スリートップって普通真ん中にでかい人来るでしょ、ね、時間帯によってはこうなります。はぁ。要は、デブライネがセンターフォワードやって、はい、シティでもやってるんだよね、最近ね。そうなんですよ。たまに、はい。で、ルカクがサイドバックと競ります。いやそれ狙いね。そう。ちっちゃいから、サイドバックは大体、センターよりは。なんで、富安をアーセナルでやってる通りの右。なるほど。伊藤博樹を左に持ってきて、はい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 、高さ対策で板倉も入れる。はい、はい、はい。で、カウンターにどうせなるから、うん、右も左も速いやつ。なるほどね。伊藤大然って形にします。はい、はい、はい。で、真ん中はもう、もう、青、森田、うん、渡る、そして、マヤ、板倉で守っていこうじゃないかって感じですね。うん、こんな感じ。ま、その、サイドの翼でクルトワの脇の下、無事抜いてみましょうよ。そういうことですよ。ねえ。うん。ちなみに、ベルギー代表は、ちなみに怖がってる人が一人だけいるらしいですよ。誰ですね。伊藤純也。あ、そうなの？そう、前回対戦の時には、それこそ川島さん、うん、川島英二さんがもともとベルギーでやってたから、はいはいはい。ベルギーの方々、あのすごいキーパーの川島でしょってなったわけです。そっか、知ってるわけだ、伊藤のこと。で、今回は。ベルギーリーグの人だから。だから、そう、だから日本代表多分このままだと呼ばれないと思いますけど、日本代表森岡呼ばれないのって多分びっくりするでしょ、ね。ああ、そう、うん。なるほどね。ということになるかもしれません。ほう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 。はい。そして、この日だけは、エンクのファンは日本を応援してくるんじゃないのかな。いや、もうなぁ。ねうん、そしてクロアチアなんですが、結構最初、ドイツなんかとちょっと戦術としては似てるかなってところもありまして、結構大外使ってくることが多かったりするので、大外のところから相手のディフェンダー、サイドバックの選手とか、あえていろいろずらしてあげると攻撃が整わなくなってくるってところがあるから、右縦左三笘みたいなこうカットイン型のプレイヤー入れてたりすると結構いいかもしれないなっていうところで入れてみましたよ。なるほどね。で、クロスなしでも、中でこう、いろいろ地上戦戦えるような古橋選手をこっちだったら入れてありますって感じなんです、うん。うん。こんなメンバーでいかがでしょう？もう、あれだね。思考実験であり、もう理論物理学だね、これはね。いや、そういうことになりますね。理論上はこれでっていうので楽しむのもいい、うん、とてもいいよね、これね。これってやってみるかしら、コンディションもあるしね。これ分かんないんだから、これは。コロナとかもあるから分かんないから。あと人間の気持ちだから、気持ち一つだからね、コンディションっていうのは。
だ理論で語る以上のことはできないわけだから、これね。できないね。そうですね、今のところ、ね。可能性を語ることしかできないわけだからね。うん、これでいったらでも面白そうだっていうところで、ベスト16だったらこんなチーム。ね、ここも喋れちゃうわけです、先生。これ、一早いと思うよ、これ。ありがとうございます。抜けた後、ここなんてまだあんま語られてないと思います。今はもう、スペインだ、ね、ドイツだ、って。あまりに。ベスト8もやりたいんだけど、これ、ね、あまりにね、はい、ソーセージとか今売れてると思いますよ。あまりに国旗を目にするもんだから、あれはサブリミナルですよ、ね、あれっていうのはね。そうですね。ええ。ここからワッフルも売っていくような感じでね、ううでやっていければなと思いますね。そういうことですか、ほかほかのやつ。ね、では、青山のやつね、食べてみたいですよ、あれね。まあ私は食べれないんであれですけどね。そっか。頑張ってよく言いましたね、ワッフル。いや、そうですね。もう今、もう血みどろです、もう胃の中がね。ありがとうございます。ありがとうございます。ガリガリにしてやりましょう、ワッフルをね。ありがとうございます。そのためにもまずは勝ち抜いてということで。そういうことですね。はい、ということで、一足早く、二足早くお話ししてもらってみましょう。こんなんもくださいよ。ありがとうございます。この先のやつもくださいよ、なんなら。もちろんでございます。やっていきますよ。わかりました。ミルワカらしくやっていきましょう。ということで、はい。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンで応援していただけると、毎日動画を出しておりますので、一つ、長いお付き合いをよろしくお願いします。メンバーシップなんかもやってみんなでワイワイやったりもしています。月一のね、ライブ、トークなんかもやっておりますので、ぜひよろしくお願いしますと。お願いします。ということで、井上までございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイのバイ。明日も聞いてね。